はい、スイッチンです。今回はですね、沖縄旅行計画の立て方について初心者向けに解説していきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。初心者って何かっていうとね、沖縄に一回も来たことない人とか、あとこれからね旅行の計画立てるよっていう人たち、あとは那覇にねしか泊まったことないっていうような人たちだったりとか、そういうような人たちに向けて、ぜひね計画のやり方を一難中の目線でね、こんなやったらうまくいい旅行の計画になるんじゃないっていうのをね、伝えていきたいなと思って動画を撮ります。はい、で今日はね、A&B エンダーね、沖縄 のファーストフード有名ですよね、エンダーって、それのねオレンジ飲みながら、ね、ちょっと今日は動画撮ろうかなと思います。はい、でポイントはね3つあると思うんですよ。でまず1つ目がね、沖縄計画立てるときにみんなね結構沖縄ってね意外と狭いって思ってる人たち多いと思うんですけど、実際はね結構広いんですよ。広いっていうのも東京と同じぐらいなんですけど、広いっていうかね東京と同じぐらいなのに電車がないんですよね。なので移動時間がものすごいかかるんですよ。だから結構ね計画があんまりちゃんとしないできたらね、ほとんど車乗ってるっていうことが多いんですよね。例えば那覇空港ってあるじゃないですか、那覇空港に降りて、そこから美ら海水族館行くまでに大体ね車でもどんなに速くてもやっぱ3時間ぐらいかかるんですよ。だから行って帰ってくるだけで6時間かかりますよ。だから那覇で泊まる計画をして美ら海水族館に遊びに行こうと思ったら、美ら海水族館1時間しかいないのに往復6時間かかるんで、相当時間かかりますよね移動だけで。だからそういうような計画立ててしまうともう1日パーになっちゃうんでね。なので1つ目のポイントはエリアごとに観光してくださいね。っていうのはエリアっていうのは何かっていうと、那覇があるところは南部です。那覇南部で北谷とかね、ああいう池島とかがあるところが中部真ん中ですね。で美ら海水族館とか名護とかね、あと国頭、やんばるって呼ばれて、そこが北部なんですよ。でこのね3つに分けてちゃんと観光した方がいいよっていうのが1つ目のポイントです。特徴としてはね、那覇の南部はやっぱ栄えてますね。一番沖縄で栄えてるところなんで、飲んだりとかね、あとは居酒屋とか夜も楽しめるよっていうのがポイントだったりとか、南部でもねちょっとやっぱ離れていくと、自然とかあるんですけど、やっぱ那覇から近いんでね、そういう遊び方があると、中部は結構ね基地が多いんで昔からね、なのでアメリカ文化と沖縄文化がミックスされたような街並みだったりとか、そういうバーとかね、そういうとこも多くて、そういった特徴のある地域です。で北部はね、皆さんが多分一番イメージと近いと思うんですけど、自然ですよね。海がデージ綺麗だったりとか、あと亜熱帯地域、森があったやんばるって呼ばれるね、そういうようなところになります。でこのエリアエリアで分けてねちゃんと観光しないと、やっぱり南部からね北部までっていうのはね、さっきも伝えた通りやっぱすごい移動時間かかるし、これってね中部から北部でもそうなんですよ。だからできるだけ北部だったらもう北部で遊ぶ、やっぱり観光地いっぱいあるんだよね北部でも。だからそういう風にエリアエリアで分けていくっていうのが1つ目ので、2つ目がね、これ1つ目とも関わるんですけど、やっぱりホテル取ったりとか、あとはレンタカーもそうだけど、1日目、2日目、3日目っていう形で、もうホテルもね、エリアで取った方がいいですよ。エリアで。全部セットでね、考えた方がいい。で、これも同じですよね。やっぱ泊まるところは絶対帰ってこないといけないんで、どうしても北部から中部に帰ってくるとか、ホテル泊まりってところあるとは思うんですけど、やっぱりね、車で移動してるだけっていうのが一番きついですよ。だから、ある程度近いところに、泊まる。で、あとは、ご飯もね、近いところで探す。で、やっぱ観光ガイドとか、僕なんかもそうだけど、こうやって伝えてるものの飲食店って、デージ混みます。混むんでね。だから、やっぱり近いところで時間に余裕持ってやった方がいいよっていうと、あと混むっていうので、車しかないんですよ、北は。電車がないんで、道もデージ混みます。道。だから、道がデージ混むはやっぱ時間がね、電車とかだったらせいぜい遅れても5分10分ぐらいじゃないですか。だけど沖縄の場合っていうのは本当渋滞してたらね1時間とか平気で時間狂ってくるんですよ。だからこれ行き帰りで1時間1時間って2時間じゃないですか。
だからもう基本的にはもう時間に余裕持って近いところで、ね、ホテル泊まるし、あの食べるのも近いところで、観光地も近いところっていうようにポイントポイントで、ね、ちゃんとあの観光計画立てた方がいいよっていうのがあのアドバイスですね。で最後にね、この沖縄ってやっぱり夏だったりとか、あとこのシーズン、ハイシーズンの時って電子高いじゃないですか。高いんでやっぱりもう本当にね、75日前とか、あと直前の、まあ、あのキャンペーンの安いやつとかを取っていかないと、やっぱ金額がね相当違うんですよ。だからポイント3つ、最後のポイントはね、これちゃんあの半年前からちゃんとチケットは取ろう、ホテルとかもそうだけども、ちゃんとそれぐらい前からちゃんと取っといた方がいいよっていうのがポイントです。あのまあインスタやってて、インスタの人たちのフォロワーのさんにね、あのいろいろアンケート聞いたんですけど、やっぱりね、75日前以上から取るっていう人と、あとはもう、チケットが発売される時の、あの LCC のキャンペーンを毎日見るとか、そういうのが一番多いんですよ。だから、やっぱり、もうこれチケット代とホテル代だけでもね、本当に家族で行ったら10万ぐらい違う時もあるんで、なので、ちゃんとね、それは見てね、うん、あのもうちょっと面倒くさいけれど見て、でそれで安い時あったらすぐ申し込むみたいな感じで、半年ぐらい前からねやっぱ計画することをお勧めしますね。僕もね、あの内地、僕やっぱり僕は取らないじゃないですか、沖縄のチケットは。沖縄行きのチケットって沖縄に住んでて取らないと思うんですけど、やっぱり内地に行った時に、沖縄に帰ってくる時のチケットやっぱデイ高いですよ。こっちから行くのもう倍ぐらいするとか平気であるんでね、やっぱり平日狙ったりとか、あとまあキャンペーンね、で朝方とか時間ずらしたタイミングのチケットをあの狙ってね取っていくとか、あのチケット発売が出る時を狙ってね、こうやってスマホでね見ながらねチケット取っていくとか、ちょっとね工夫しないとやっぱ安いチケット取れないので、ぜひねちょっとここはね、まあ結構お金かかるんでね、あのおすすめしたいなと思います。はい、まあ3つねポイント、あのまあ最初のポイントがちょっとおさらいですね。最初のポイントは絶対エリアごとで回ってね、エリアごとで観光地選んでねっていうのと、で2つ目がこれに合わせて、そのエリアごとにホテルとか飲食もやっぱ選んでいく、ちゃんとセットで考えていく。でやっぱ渋滞が多いんで、渋滞とかやっぱあの行列が多いんで、時間にちょっと余裕持ちながらねやるためにちゃんとエリアごとでやろうねっていうのと、あと最後の3つ目が半年前からチケットを見ようっていうことですね。半年ぐらい前から見ないとやっぱ安いチケット取れないんでね、だからそれこの3つねちゃんとあのまあおすすめしておくのでぜひ見てみてくださいね。でちょっとね、あのこれにプラスアルファなんですけど、あのやっぱみんな夏のイメージ強いじゃないですか。夏夏の方がやっぱ行きたいし、あのまあもちろん海も綺麗だしね、沖縄っぽいっていうのはあるんですけど、あの夏行ったら海見るじゃないですか。海行くときにみんな結構ダイビングしようっていう人多いんですよ。ダイビングで、ダイビングしたいんであればね、これはあのまあ一つあのもしダイビングしたい人の参考があればなと思うんですけど、ダイビングは夏より海の方が綺麗ですよ。海の方が、あーごめんなさい、夏より冬の方が綺麗ですよ。で なんでかっていうと、あの夏はね海水温が高いんで結構ね汚れてるんですよね。だけどあの冬はね、あの海水温が低いんで結構透き通ったな綺麗な海になってるので、だもちろん日が差すとかで綺麗さが変わってくるんですけど、透明度で言えば絶対冬の方が綺麗なんで、ぜひねダイビングしたいよっていう人はね冬狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。ダイビング一番やりたいっていうんであれば、冬のもうねあの安い時期に行っても全然取れますから、だからあの夏にねわざわざダイビングだけをしに行くとかっていうんであれば冬に行ってもいいかなと思いますね。はい、じゃあこんな感じで今回は以上になります。でこのチャンネルではね、あの沖縄のこと、まあ、旅行とかね、今だとビーチの、僕ビーチ結構回ってるんで、あの50個以上ぐらい回ってるから、なのでそれをね一つずつちょっとあの動画の方が伝わりやすいと思うんで、海とかビーチは、なのでそれを紹介したりとか、あとあの、まあ、沖縄のね、まあ、観光地とかそういう、まあ、ちょっと動画で伝えやすいようなものをあの YouTube で発信したりとか、あとあの沖縄移住だったりとか、沖縄の地元のことローカルなことっていうのを、まあ、うちなんちの目線で紹介してたりもしますので、ぜひねあの、まあ、気軽にチャンネル登録していただいて、でコメントの方にもねこんなとこ行ってとかね、こんなのどうなのとか、うちなんちどんなって、まあ、地元の人ってどんな感じで思ってるのとか、そんなの、まあ、全然何でも投げてもらっていいので、ぜひあの、まあ、書いてもらえればと思います。
はい、でまあ、インスタもやってますんで、ぜひそこも見てもらって、まあ、今後もね、いろいろ出していきますんで、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、こんな感じで今回は終わりですね。